断するな。相手が悪かったな。もうしつこいんだよ。それだけじゃない。ハッ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 
鉄空山。よし。あら、もうおしまい？こんなもんさ。恨まないでよね。それ決めれた。ま、こんなもんさ。大したことなくてね。まだまだいけるぜ。大したことなくてね。恨まないでよね。弱っちいな。それじゃダメだね。
恨まないでよね。それ。やりすぎたかしら。容赦はしなくてよ。決まれたらそばへ。全日系やられちゃった。アイテム切れねえ。嘘でしょ。まだまだいけるぜ。みんな、怪我には気をつけてね。それ、エイトラスト決まれ。あれやっ、大丈夫だ。エイエイ、それ、クード無駄無駄だよ。行くわよ。それ、エイ、この破壊、それ弱っちいな。それじゃダメだね。恨まないでよね。決まれ。ドラゴンエッジ。失敗しちゃった。この破壊。決まれ。アクアエッジ。ファーストエッジ。決まれ。アイス。この破壊。よし、終わり。これなら楽勝だな。恨まないでよね。魔人剣。それ。はい、決まれ。アイスケル。全日系。はっ。決まれ。それ。はっ。やめろ。ありがとう。はっ。はっ。やめろ。はっ。はっ。大丈夫。魔人剣。
で散らしてやる。弱い犬ほどよく吠えるよね。大したことなくてね。これ、アイシクル。大丈夫？ファーストエイド。受けてみろ。決まれ、アイシクル。エイダよ。邪魔しないでったら、邪魔しないでったら、邪魔しないから。それ、エイ。行くわよ。ファーストエイド。決まれ、邪魔しないでったら。無駄無駄。それ、エイ。決まれ、アイシクル。大丈夫。無理をするな。ファーストエイド。それ、エイ。決まれ。ファーストエイド。サカシーマネオ。ファーストエイド。そこへ決まれ。アイシクル。新発見だわ。邪魔しないと。するな。ファーストエイド。まだ。決まれ。アイシクル。そこへ。するな。ファーストエイド。決まれ。はい。あたたよいで。Thank you.
これなら楽勝だな。これなら楽勝だな。ま、こんなもんさ。どうした？怪しい奴が忍び込んできたんだ。怪我はないの？ああ、それは大丈夫。ディザイアンかもしれなくてよ。みんな、気をつけて。ロイドってすぐ狙われるんだね。俺のせいかよ。でも、本当にうかうかできないな。俺はいいけど、コレットと先生は気をつけろよ。うん、そうだね。ありがとう。ええ、気をつけるな。楽勝だな。決まれ。アクアエイジ。
ここもマカガクで作られているな。素晴らしい。我が娘コレットよ、見事な働きだった。ありがとうございます。お父様、封印を守護する者は倒れ、第一の封印は解かれた。ほどなくイフリートも目覚めよ。クルシスの名のもと、そなたに天使の力を与えよう。はい、ありがとうございます。天使への変化には苦しみが伴う。しかしそれも一夜のこと、耐えることだ。試練なのですね。わかりました。次の封印はここよりはるか東、海を隔てた先にある。彼の地の祭壇で祈りを捧げよ。はい、レミエル様。次の封印で待っている。再生の巫女にして最愛の娘コレットよ。コレットに羽が。うん、それにほらしまえるんだよ。すごい、かっこいい。
早く行こう。船ね、このご時世に船が出ているのかしら。まずは海岸線へ出てみるのがよかろう。二人とも分かったからもうやめろって。出し入れさせたから。それは関係ないと思うけど。バカなこと言ってないの。ほら、唇が紫色になってるわ。急いで町の医者に見せないと。待て、動かすな。どうしてだよ。先ほどの天使の話を思い出せ。天使への変化には試練が伴うのだ。医者に見せるよりここで安静にした方がいい。大丈夫。本当に少し休めば平気。迷惑かけてごめんね、みんな。バカ、いちいち謝るな。
仕方ないだろう。急に天使ってやつになっちまったんだから。ごめんね。まあいいや。よし、日が暮れる前に野営の準備だ。そうだ、これ遅くなったけど誕生日のプレゼント。壊れちゃってるね。いつ壊れたんだろう。ごめんな、作り直すよ。うん、ごめんね、何度も手間をかけさせちゃって。いいんだよそんなの。それよりお前全然食ってねえな。まだ具合悪いか？うん、もう平気。ただなんか食欲が湧かなくて。食わねえと体が持たないぞ。うん、そうだね。ロイド、無理させてはダメよ。コレットはロイドより全然繊細なんだから。ほっとけ。悪かったな、コレット。大丈夫だよ、本当にごめんね。私ちょっと散歩してくるね。俺も行こうか。ありがとう。でも一人で平気だよ。じゃ。やはーい、振られてやんの。うるせえ。先生、次の目的地は？パルマコスタを目指すべきね。この大陸ではこれ以上の手がかりは得られないと思うわ。世界最大の都だよ。マーテル教会の聖堂もあるし、学校もある。きっと何か手がかりが見つかるよ。だがパルマコスタを目指すならオサ山道を越えなければならない。それほど険しい山道ではないが、
準備していくに越したことはないぞ。そうだな、トリエットで買い物してから行こうか。気にすることはないわ。ここで相手が落ちなければあなたが殺されていたのかもしれないのだから。だけど、
かわいそうではあったけど。死んじゃったりしてないかな。仮にあの人の体重が45キロとして、この穴が10メートルだとすると、重力加速度を 9.8 として計算しても死ぬような衝撃じゃないよ。重力加速度？あ、よくわかんないけど生きてるんだな。多分ね。しかしまあ、運の悪いやつだな。落とし穴の真上にいたなんてさ。落とし穴ではなくてよ、参道管理用の隠し通路ね。そろそろ行くぞ。おい、あの女の正体を突き止めなくていいのかよ。どうせまた向こうから来るだろう。ここは狭いし足場も良くない。場所を移した方が賢明だ。決まれ、アクアエイジ。
おいで。戦闘開始だね。まだまだいけるぜ。待て！
追いついてきた。ああ、よかった。動くな。賢明な判断ね。さっきは油断したが、今度はそうはいかない。覚悟。死んでもらうよ。本当にお人よしね。覚えていろ。次は必ずお前たちを殺す。待て。どうして俺たちが狙われるんだ。いつの世も救いを拒否する者がいる。ディザイアンの一員なのかも。さあな。いずれにせよ我々は常に狙われている。それだけのことだ。あの服。先生、どうしたんだ。いえ、何でもなくてよ。行きましょう。そうだな。とりあえず船を出してくれそうなところを探そうぜ。まだ行動としてはしっかりしているわね。使われなくなったのは最近なんでしょうか。鉱石が取れなくなったのではなさそうだわ。採掘作業ができなくなった理由があるのだと思うわ。ディザイアンでしょうか。おそらくね。パーティーで戦闘するということは仲間との連携も重要になる。そうだな。作戦や指示で戦局は大きく変わる。忘れるな、お前は一人ではない。ああ、分かってるさ。
さっきの女、何だったんだろうな。また会えるといいね。何言ってんだ、あいつはコレットのことを殺そうとしてるんだぜ。お友達になったら訳を聞かないとね。そういう問題じゃないだろう。だいたいどうやって友達になるんだよ。どうしよう。どうしようって俺に言われても。今度会う時までに考えといてね。俺が考えるのか。Thank you.
それにしてもコレットに羽が生えるなんてな。うん、私もびっくりだよ。ねえねえ、次の封印ではどうなるのかな。え、次は頭の上の天使の輪かな、それとも体が光るとか。さすがに角や牙が生えたりはしないよね。なんたって天使だもんね。おいジーニアス。さあさあ、お子様は早く寝なさい。コレット、やっぱり変かな、羽なんて。そんなことない。たとえ天使になったってコレットはコレットのままさ。ありがとうロイド。